ごめんなさい。ありがとうございます。今日は行きましょう。行きましょう。せーの。自分の中であまりこうかかるか分かんない状態だったんで、まあ、かかるかなぐらいで見てました。実際に自分の名前が呼ばれた時にはどういう思いでしたか？正直びっくりしたんで、びっくりしたのと嬉しかった気持ちで、はい、いっぱいです。このオリックスからの指名ということですけれども、オリックスに対するこう印象何かありますか？印象ですか。そうですね、自分の中で、山岡投手だったり山本投手をお手本にしてやってきたんで、そのチームに行けるってことで本当に自分の中で嬉しく思います。チームメイトから胴上げされましたけれど、その時はどんな気持ちだったんですか？初めて胴上げされたんで、気持ちよかったです。それこそ荻田さんの夢が皆さんのプロに行くことがもうみんなの夢でもあったということでしたけれども、同じこう仲間の皆さんには何というふうに今気持ちを伝えたいですか？そうですね、自分の力だけじゃやっぱりこうやって指名してもらえなかったと思うんで、やっぱり仲間の人たちにはしっかり感謝したいなと思います。 AKT の高橋です。おめでとうございます。2つお伺いします。対戦したいバッターは誰でしょうか？対戦したいバッターは坂本隼人です。あ、隼人選手です。あ、違います。セリーグ。改めて伺います。対戦したいバッターを改めて教えていただいてもよろしいでしょうか？そうですね、柳田選手ですね。その理由を教えてください。すごいなと思うんで抑えたいです、はい、坂本選手はいかがでしょうか？いつか対戦できればしたいなと思います。最後に今後の強化していきたいポイントを教えていただけますか？総合的に、自分の長所を伸ばして、弱点をできるだけ少なくしていきたいなと思います。その長所、改めて教えていただけますか？はい、自分はまっすぐが、一番の武器で、どのボールでもカウントが取れるっていうのが自分の中での長所だと思うんで、その中で、しっかり相手をこうバッターを見て、抑えるのが自分の長所だと思うので、そこをこれからまたずっと伸ばしていきたいなと思います。克服したいその課題の部分、少し教えていただけますか？そうですね、まだコントロールにあまりまだ自信がないので、そこを見かけていけたらなと思います。本当に最後の質問です。秋田で育って、秋田でこちら指名をいただいた、そのあたりの思い、秋田県民に対して何か思うところあれば教えてください。そうですね、予約3年目で解禁されて、3年目で予約、かかることができて、諦めなければやっぱり、こういう夢は叶うのかなと思うんで、プロ野球選手を目指している人たちは、自分に自信を持ってやってもらえたらなと思います。それは秋田の子どもたちにもっていうか、詳しく教えてもらえますか？はい、それは秋田の子どもたちにも夢を持ってっていうことですか？あ、そうです。その思い最後に聞かせてもらえますか？はい夢、子どもたちへの思いじゃん。子どもたちへの思いということですじゃあ秋田の野球やってる子どもたち、何かメッセージをくれる？メッセージ、自分が、プロ野球選手になって、自分のようになりたいと思えるようにこれから頑張っていきますので、よろしくお願いします。小木田もすごい嬉しいと思うんですけど、私もすごいこう感無量というか、昨日都市対抗を決めて3年越しの小木田がプロに入れるというのはもうすごい嬉しいですね、本当。
はい、でまして秋田で育ってでまして秋田の出身の監督のもとへ飛び込んでいくっていうのはそれほど彼にとって幸せなことないんじゃないかなと本当に今実感して思ってます。はい、社会人から行かせていただくので、即戦力としてやっぱり長い目では見てもらえないと思うんで来年からすぐ一軍で活躍できるようにこれから準備していきたいなと思います。